はい、前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今いくつかこうアンケート書いていただいたんですけど、はい、いくつか質問させてください。はい、お名前を教えてください。高柳です。はい、ありがとうございます。年齢を教えてください。25歳です。はい、ありがとうございます。前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間、はい、こう歯を動かしてた期間を教えてください。8ヶ月半、ワイヤーで、ワイヤーで上をやってましたね。はい、で前歯の部分矯正しようと思ったきっかけを教えてください。小さい頃からもずっと受け口っていうのが気になってて、こう噛むとね、下が前に行っちゃってたんですよね、はい、前歯のとこがね。でそれがずっと気になってた、気になってたから、やろうと思って、はい、それこうなんていうのか、小学校の時からこうなってて、小学校の時からで、その時は相談とかはしたけど、うん、やっぱ費用の問題で高いか、はい、うん、ダメだ、ダメ、できないみたいな感じ、うん、で、じゃあいつかじゃあ自分でできるようになったらやろうかなと思ってて、はい、絶対やろうと思ってて、 でそれでまあ調べ始めて、はい、でまあいくつかこう出ると思うんですけど、うん、でまあいくつか見てで、相談は何個か行ったんですか。1個ぐらいしか行ってないですけど、行った。ここともう1個ぐらい。はい、あ、そこはどうでしょう。やっぱ価格高い。全体矯正かな。いや、前歯の部分矯正で行ったんだ。はい、でそこで行ってもどう、まあ、高かった。高いですね。やっぱ60とかはします。あ、そうなん。60から80ぐらい増してくるっていう風に言われて、はい、で考えますということで、あ、で考えますで一回考えて調べ直して、たまたまうちが出てきて、でうち来てみて、はい、でまあそのうちで決めた、なんか決め手みたいなのってありますか。決め手なんかうちで、まあ、圧倒的に価格が安かった。ああ、そうなんですね。っていうのと、うん、先生が優しそうだった。はい、はい、で期間もそんなにかかんないみたいな、ね、なんかもう噂ですけど、まあ、1年ぐらいかかるって、うん、1年から3年、うん、で大人になるにつれて、まあ、5年だったりとかかかってくるって言われて、それすごい嫌だったんですけど、うん、なるほど。でもここだったら、まあ、皆さんのアンケートとか見ると、うんうん、短い人だったら3ヶ月とかもいたし、うんうんうん、まあ、1年ぐらいだったらできるのかなと思って、うん、なるほどなるほど。でじゃあもうここでやろうかなみたいな感じでなったってことですよね。はい、はい、そうです。でその時にそのやっぱ全体、最初は全体しか知らないですよ。全体の矯正しか、部分って最初から知らないじゃないですか。はい、でそれで全体の矯正で調べてって、まあ、費用高いなとかそういう期間長いなっていうのがあって、はい、でまあ、そこで調べていくうちに部分っていうのがあるっていうのを知ったって感じですか。そうですね。もう週は全部だと思ってたので、うん、別に下はあんま気になってなかったから、うん、とにかくこの前歯3本出したいっていう上の歯をねだけだったから、うんうん、なんかあんましっくりくるところもなくて、うんうんうん、悩んでいました、それは、うんうんうん、なるほどね。じゃあこの前歯の部分矯正治療をやるってなったんですけど、その前になんか不安だったことってあります？いや、痛いのかどうか、痛いのと、うん、なんか本当にこうなるのかみたいな、なのかってっていうのは、まあ、なかったから、はい、カウンセリングでもやる前も不安だった。で実際どうですか、やる前とやった後での歯並びは。こうなってましたけど、こうなって自分じゃないね、自分じゃないね、はい、ベストですか。ベストですね。上だけで、はい、本当に治った。本当に治った。はい、で、前歯の部分矯正治療のやる前とやった後でどのように気持ちだったりこう生活が変わりましたか。やっぱもう写真があんまり好きじゃなかったんですよね、うんうん、なんだけど矯正始めて、うん、まあ、徐々に前歯が出てくるようになって、はいはい、にって笑えるようになったりとか、うん、あとはこう手でこう隠して、あ、なるほどね、こんな感
だった。あ、こういう感じで写真撮ってたんだ。だったけど、はいはい、全然今は隠さず、隠さず写真撮れるようになって、気持ちも明るくなったのかなと思います。なるほど。じゃあずっとそのストレスがあって、そうですね。もう写真も嫌だし、うん、じゃあこう例えばこう人と話してる時も気になります。もう気になる。気になるし、人もやっぱり見ちゃう。あ、なるほどなるほど。目線も落ちちゃうし。そういうのがもう積み重なって、もうそういうのが嫌だよってなって、もうやりたいってなってやって、実際こうなって、もうそのストレスがなくなって、そうですね、笑えるし、そうです、もう写真も好き、好きだから嫌じゃなくなったってことですよね。嫌じゃなくなったから思い出も残せるようになったし、そうですね、よかったってことですね。口開けて笑ってたんだ、ちょっと、うんうん、似て笑えないから。ああ、なるほど。ちょっと、ああ、開けて、こう噛むとこうなっちゃうから、はい、だけど今ちゃんとカチンってカチンって噛んで笑える。もう羨ましかったから、そうやってやってる子が。あ、なるほどね。本当に良かったと思います。いいですね。いえいえ、とんでもない。前歯の部分矯正をやりたいけどこう一歩踏み出せないとか、どうしようかなって考えてる人、迷ってる人、昔の自分みたいな人に何かメッセージみたいなのがあればお願いします。いや、もう絶対やった方がいいと思います。いや、もう悩んでる時間がもったいない。本当に早くやって、うん、やった方がいいですね。やった方がいい。やった方がいい。わかりました。絶対絶対やった方がいい。絶対やった方がいい。じゃあもう総合的にトータルで、あの前歯の部分矯正はやってよかったですか？あ、もちろんやってよかったです。よかったですか？わかりました、じゃあ質問以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。